第3代、キラニン男爵、マイケル・モリスは、アイルランド人のジャーナリスト。スポーツ界の重鎮として、国際オリンピック委員会の第6代会長を務めた。一般には、キラニン教として知られる、連合王国貴族、大英帝国勲章小音部。キラニン教は、ゴールウェイの部族を構成する14家族の一員として、ロンドンで生まれた。イートン・カレッジ。 パリのソルボンヌ大学、さらに、ケンブリッジ大学、モードリンカレッジで教育を受けた。1927年に、叔父の第二代、キラニン男爵マーティン・モリスから、連合王国貴族としての男爵位を継承した。1930年代後半に、ジャーナリストとしての経歴を歩み始めたが、第二次世界大戦時には、志願兵として従軍した。1950年、 アイルランドオリンピック評議会の長となり、1952年には IOC のアイルランド代表となった。1968年には上級副会長にまで上り詰め、テロ事件に見舞われた1972年のミュンヘンオリンピック直後にアベリー・ブランデージの公認となる IOC 会長に選出された。在任中、オリンピック運動は困難な時期にあり、 キラ人形は1976年のモントリオールオリンピックにおける終支上の失敗や1980年のモスクワオリンピックにおけるボイコット問題などの対応に追われた。IOC にとってはさらに悪い決定が行われた。レイクプラシッドとロサンゼルスがそれぞれ1980年冬と1984年夏の開催地に選ばれたが、 この両大会の選定においては対抗する候補地が全くなく IOC は選定する立場というよりもむしろ要請する立場になってしまったキラ人形はモスクワオリンピック後に辞任し公認にはフアンアントニオ様ランチがついたキラ人形の在任期間中にオリンピック検証からアマチュアという単語が削除されたこれはすでに事実上 プロの大会と化していたオリンピックの現状を追認するものであり、後のオリンピックの商業会の第一歩となった。キラ人卿は多くの企業で重役を務めた他に同楽で映画産業にも首を突っ込み、キラ人卿の生涯の友であったジョン・フォードと共同で静かなる男を制作した。1999年、ダブリンの自宅で死去。84歳坊津。 ゴールウェイ県スピダールでの葬儀の後、キラ人形の遺体は、ゴールウェイの墓地にある一族の納骨堂に安置された。ありがとうございます。